1年の篠原です。はじめまして。こんにちは、佐藤久です。基本と基本を重ねていけば立派にオフェンスができますよと。パスの技術の不正確さ、キャッチをする側のタイミングの不正確さ。はい、さあ、アクセル、フォー。もっと幅の広い展開ができますよっていう。さあ、両方見る。どうする？そう。